実況させていただいております、シロックマンです。よろしくお願いいたします。今日はですね、ナムコのね、ファミコン版のね、ギャラコシアンね、やっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。ファミコン版やるのは久しぶりですね。はい。はい。いやね、最近ね、ゲームボーイ版やったんですけどね、本当にね、ファミコン版やるのはすげえ久しぶりですよ。これね、連打できないからな。ギャラが連打できるんですけどね、ギャラクシアン連打できないですからね。1画面に1発しか打てないので。まあ一応ね、あれですよね。危ね。スペースインベーダーよりはまだ難易度優しいですよね、ギャラクシアンの方が。スペースインベーダー難しいですからね。危ね。侵略されたりすることないですからね、このゲームはね。スペースインベーダーと違ってね。惜しい。最後の一匹はなかなか撃てないんですよね。よし、行った。これね、あれですよ、ギャラクシアンってね、ナムコのね、確かファミコン第1弾ですよね。一番最初のね、ファミコンソフトですからね。あー、しまった。ナムコのね、いや、でもね、本当にシンプルですね。連打できないからな、難しいんですよ。危ね。よし、2面く。これクリアした時のなんていうのか、クリアしたっていう実感がないな、このゲームな。すぐ敵出てくるからね。1面く、その1つの面クリアした後も。危ね。おお、残機増えた。危ね。危ね。危ね。ああ、しまった、死んだ。弾折ってくるやつ多いな。これね、一発しか撃てないから命中率悪いな。ああ、終わった。あ、まだ、あ、そう、まだある。ほら、当てにくいんですよね、これね。よし、いった。これ、まあ、4面ぐらいかな。おお、危ね。これもう突っ込んでくるやつにはね、無理して戦わない方がいいっていうのがありますよね。うお、危ね。うお、怖っ。ぷよ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 って、あれは多分点数が高いってことか。そこで壊したって意味で。多分ね。
あ、危ね。怖っ。無理はできないな。あと1回。よし、行った。まあね、ギャラガとギャラクシアンっていうのはね、よく長くプレイできても5分ぐらいですよね。1プレイね。10分とか20分とか絶対続かないですよね。あ、危ね。ああ、さすがにダメか。ゲームはですね、やっぱ5分ちょっとか。はい。じゃあ、これで終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube のチャンネル登録お願いいたします。